皆さん、こんにちは、まさでーす。って感じでね、またやっていきたいと思うんですけども、今日は、今日の吉岡里帆ちゃんから、お送りしていますけども、これね、3人になってる里帆ちゃんなんですけども、うん。まあね、今日も一応ね、今回の動画にちなんだ感じというかね、うん。まあ、無理やり関連付けてるような感じのね、このピンクのね、衣装を着てるってね、里帆ちゃんなんですけども、うん。とてもね、凛々しい顔をされてますね。今日の吉岡里帆ちゃんなんですけども、うん。新情報がまた入ってきましたねっていうかね、日立のね、白熊くんのね、CM キャラクターにね、就任されました。3月5日から。うん。これはもう、これはね、とてもね、ジョンソンコントロールズ空調はね、うん。というやつさんみたいなんですけども、うん。まあ、多分それで落ちると思うんですけどもね。なんかね、キュッと凍らして、なんか、クーラーとかね、今かでクーラー暖房とかついてるんですけども、うん。それのね、掃除をきれいにするよっていうようなね、新機能がついてるね、白熊くん。日立の白熊くんですよね。うん。まあ、有名なんですけども、それの新キャラクターにリホちゃんがね、決まってね、うん。テレビでもね、放映される、みたいなんですね。うん。8代目のキャラクターみたいですね。うん。これはなんてね、エアコン買い替えるなら、また日立のこの白熊っ子にしたら、皆さんどうでしょうかって感じでね。僕もちょっとね、まあね、まだ今か、エアコンまだね、まだ買える予定はないんですけどもね。まあね、上新とか山田元気行ったらね、もしくは、まあパンフレットとかなんかあったらね、可愛いリホちゃんが、ゲットできるならね、まあ、いただきたいなと思ってるんですけども。うん。まあこれね、その中でもね、CM の中でもね、ピキジャバダンスっていうのを披露してね、とても可愛らしいリホちゃんが見れるのでね、皆さんね、見たらどうでしょうかって感じなんですけども、うん。これ、リホちゃんもね、だんだんドラマ、CM、またね、4月、春になってね、動き出してますからね、とても楽しみですね。ワクワクしますね。ワクワクすると言うたらね、こちら、ドンって感じでね、この先生が持ってる、ブルースリー先生が持ってる、このエレキギター。これね、100均で、ダイソーですね。うん。悟空さんみたいになったんですけども、ダイソーに売ってた、ね、ダイソーじゃないわ、これ。セリア。うん。セリアのね、このエレキギター。これね、買いました。うん。これね、なかなか売ってなかったんですけどね、まあ見つけた、まあ、買ったんですけども、これね、まあ一応12分の1の、スケールのミニチュアギターになってて、うん。まあ、ストラップ、付き、まあ、詳しくやっ、まあ、とりあえず2つ買ったんですよ。これ白とね、黒があるんですけどね、僕行ったところはね、もう白が売り切れやったね。うん、もう、まあ仕方がないから、まあ黒、とりあえずね、まあ黒でもね、あとね、もう少なかったです、残り。うん。まあ早く皆さんね、あ、見つけたらすぐゲットしたらよろしいと思いますよ。うん。それでね、見てたらね、これね、ちょっと細かい、これね、新しいやつ開けてみましょうか。うん。これ後ろ見たらね、結構組み立てやなあかんからね。もうさっき一個も、さっき開けてね、うん。先生に持たせました。うん。作って。それでね、ここ見たらね、ペグとかジャックとかネックとかね、うん、ボディとか全部分かれてるんですよ。うん。でここね、まあ、プラモデルやってる方ならね、あれなんですけども、うん。気をつけなくちゃいけないのはね、ここのボディのね、この切り離しのところ。ここね、ストラップをつける、この、ピッとなってね、出てるところあるんですよ。うん。こう切り落とし注意って書いてますけどね。うん。一瞬ほんま切り取り落ちそうになったからね、皆さんも気をつけてくださいね。ここですね。うん。まあ、ニッパーのある方ならニッパーでやるなりね。うん。ない方はちょっとね、まあ、爪切りとか、まあ、ハサミでちょっとやるとかあるんですけども。うん。まあね、ここにね、いろんなね、思い思いのステッカーとかシール貼ったりね、してもいい、いいですし。まあね、この黒だ、ボディが黒だったらね、布袋さんの模様とか書いてもよろしいですね。うん。ちょっとね、この細かいところやっぱりね、シルバーは塗ってないんですけども、うん。ここはね、まあ、仕方がないな、100円やもんな。うん。それでね、まあ、先生に持たせたらちょうどいいぐらいの、12分の1のフィギュアでね、うん。いい感じになりました。うん。これね、あと、ベースとかも出たらね、いいんですけどね、うん。ギターとかベースとか、ドラムができ、あったらね、もう完全にバンドの圧ができると思うんですけども、うん。
ね、こんな感じでできますよって感じなんですけども、うん。それでね、これ、ぼっちちゃんに持たせたらね、いいんかなと思って、ぼっちちゃんのこの、ギター、黒のギターで、ね。ぼっちちゃんにさ、ちょっとね、ちょっとちっちゃいかな、お茶を、ちっちゃいな、ギターが。もうちょっと大きかったらよろしいんですけどもね。だからまあ、12分の1。そうやな、ぼっちちゃんも12分の1よりももうちょっと大きいからな。それでね、中にはね、このペーパークラフトやねんけどっていうかね、ペーパークラフトなんですけども、いろんなね、この、機材とかもありますけどね。まあ、これ、こう、綺麗に作れる方はね、切り離してね、作ったらどうでしょうかって感じなんですけども。これ12分の1ね。これね。まあね、ご存知皆さん。山田科学さんですね。また。またいいの出してきましたね。次は、まあ、ベースとかもあったらいいんですけど、まあね。あと、まあ、白とかね。あったらいいんですけども、白はなかったんですよね。またね。違うところでまた見かけたら、まあ、顔を立ってもいいんですけども。本当に細かい。あれです。結構、ストラップをつける方はね、ここ、気をつけてください。これがストラップなんですけども、まあ、これ、布のままね、布のままじゃない。紙のままね、こう、切り取ってね、やってもよろしいんですけども、これちょっと、裏もね、ちょっと後ろ、そうなったら、こう、後ろも白いしね、ちょっと、チャッチーかなと思う方はね、これ、布で、やってもよろしいと思いますよ。僕、だから、これ、布で作ったんですよ。のっていうかね、こういう生地のやつでね、これはね、よくある、余ってたね、ファスナー、別売りのファスナーで、100均のところの、それの布部分のところを、切り取ってね、作ったんですけども、まあ、一応サイズはね、まあ、参考になるかどうかわからないんですけども、まあ、だいたい11センチですね、長さが。幅がだいたい3ミリぐらい、じゃあ5ミリかな。それでこの穴がだいたい、まあね、穴開け、こういう風に開けるっていうのも、穴をちょっとね、大きく、穴開けてちょっと広げるぐらいのやつでした方がいいと思います。なかなかこれね、何回もやっていったら、ね、ちょっとね、汚くなってくるからね。これ、まあ、つける前に、まずね、これ切り取ったらね、ここもほど、周りがね、ほどけてこないようにね、指でね、木工用ボンドを片面だけ塗っといてください。そうしたらね、肩もね、綺麗な U 字型みたいな感じでね、この形になってね、乾いてくれますっていうか、その肩取ってくれますからね。そして穴開けて、これなかなかね、固定できないと思うんですけども、ここも最後はね、ちょっとね、木工用ボンドでちょっとピッピッピッって止めといたらね、固まってくれます。だからね、こういう布でもね、こういうストラップもできますよーってね。そこ、だからこれは別に黒じゃなくても好きな布のやつをね、やってくださったらいいと思うんですけども。ね、ぼっちちゃんにはちょっとね、ちっちゃいね、まあ、これあとはね、まあ、12分の1の、やつにまたね、あと、この釘崎さんとかね、そうですね、あと、ジョニー・デップ君とか、いろんなもんにね、持たせてね、即席ね、バンドができ、マサバンドができると思うんですけども、まあ、こんなんもね、今、結構売ってるからね、皆さん、買ったらどうでしょうかって感じですね。こっちはシルバーの部品ですね。これで100円です。これね、なかなかよろしいもんが手に入ったよっていう。情報でした。まあ、セリアですね。先代、デーソーっていう風にね、調子乗って言うてましたけども、ダイソーです。ダイソーに行ってますからね。それからもう一個、こちら、ドンって感じで、買ってきたのはね、これまたね、趣がすっかり変わって、オブジェ用の水草マットでね、ここにニャン吉が座ってるんですけども、インタリアの置物にって、これを買ってきたんですけども、これもセリアで買ってきたかな。同じ、ミニチュアコーナーで。買ってきたんですけども、これはね、約10センチのやつね、水草。これね、何に使うのかな、と思うでしょ。これね、結構頑丈でできてね、要はこういう和風の居酒屋とかね、いろいろある、旅館とかにこんな置いてるでしょ。これ多分ちっちゃいか。ゲトーさんに買ってきたんですけども、ずっとね、床に座りっぱなしだからね、ゲトーさん。これね、ちょうど、ちょうどええぐらいかな。
うん、これでよろしいでしょう。うん、ゲドさんもね、うん、これね、なかなかこれ様になってるかなと思ってね、これを買ってきたんですけども、うん、まあ今回はね、あれですわ、うん、このエレキギターのね、ぼっちちゃんにも使えるよっていうね、エレキギターを買ってきました。まあね、形はこの形しかなかったんですけども、まあね、後々出るのかな、まあわからないですけどもね、まあこれからまたいろんなね、思いがけないミニチュアがね、いろいろ出してきてくれると思いますのでね、また楽しみにしたいと思いまーす。ということで、今回はね、ミニチュアギターバイバイのね、ロックなブルース・リー先生でお別れしたいと思いまーす。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは、では、皆さんありがとうございまーす。マサでした。また次の動画でお会いしましょう。また遊びに来てください。では、またねー。最後にもう一回、リホちゃんバイバイでお別れです。はい。新しい CM を見てねーって感じで。バイバーイ。